はい、皆さんこんにちは。レクセニコシの森山です。で、今回は私のクラスで1回で合格してくれた T さんの方にお越しいただいております。1回で受かるコツ、これをですね、いろいろ聞いていきたいと思いますので、ぜひ受験生の皆さんは参考にしていただければというふうに思います。で、 T さんの方は群馬県出身で、はい、私と同郷ですね。そうですね、はい、はい。だから最初渋谷の方にこう通っていただきましたけども、はい、もう初めの日から、まあ、群馬出身だということで、はい、まあ、知っておりましたけれどもね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、まず司法書士を目指した理由って何でしょう。はい、はい、新卒で入社した会社が金融関係の会社だったんですけれども、はい、業務の中で相続の手続きとか、うん、あとは抵当権の抹消の手続きとかをすることが多くて、はい、まあ、それでまず司法書士を知って、あ、じゃあ司法書士の先生ともこう会ったりしてたわけですね。はい、そうですね、お話しする機会は結構多かったですね。はい、はい、で、その中で戸籍とか、うんうん、あとは競技書とか、はいはいはい、あと謄本とか見て興味が湧いたっていうのと、あとこう社会人として働いてみて、うん、こう専門的な知識をつけて仕事をしたいなと思ったので、うん、こうちょうどそれが重なり合ったのが司法書士っていう形で、あ、そうですね、はい、目指しました。じゃあもうその新卒で入った仕事を、はい、まずはやりながら勉強を始めた感じですか。あ、その会社では、うん、勉強はせずに、うん、一旦その会社を退職して、それから勉強したんですね。あ、そうですね、はい、なかなか踏ん切りが、もう司法書士やろうって決めたわけですね。そうですね、はい、はい、で、それでじゃあ実際始めて、はい、もう絶対受かるんだと、一回で受かるんだということで勉強を始めるわけですけれども、はい、レックを選んでいただいた理由ってあります。はい、まあ、長期戦になると思ってたので、うん、まあ、教材だったりとか、はい、フォロー体制とか、うん、こう不安になることを少しでも少なくしたかったので、はい、大手のレックさんにしたっていうのと、うん、あとイベントで森山先生の講義を聞いて、うん、声の大きさとか、うん、聞いた感じがすごい印象に残って、あ、もう森山先生の授業を受けたいなと思ったのでレックにしました。なるほど、あ、群馬が一緒だからってことじゃないんですね。あ、でもそういった親近感も少しあったかもしれないです。ありました、はい、よかったです。で、実際レックで始めてどうでした。はい、講義とか環境とかは。そうですね、最初は、うん、ちょっとコロナが流行る前は、うん、群馬県から毎週1回通ってたんですけれども、うん、はい、まあ、そうですね、1回こう半年間ぐらい通って、その生講義の緊張感とか、うん、先生がこうおそばにいる感じとかを半年間の間でこう体に身につけることができたので、はい、まあ、その後結果はウェブで自宅でっていう形にはなったんですけれども、まあ、その時の緊張感とか体が覚えてたので、うん、ウェブ通信でも、はい、できましたか。はい、できました。そうですね、もう本当にクラスが始まってすぐコロナで一旦生クラスが中止になっちゃいましたからね。はい、大変な中本当に、ね、頑張ってきたんだというふうに思いますけれども、はい、で、いろいろ今回教材を持ってきていただきましたけれども、はい、で、こちら写真も撮ってきてくれましたね。はい、これは自宅の勉強部屋ってことですか。あ、そうですね、本当に、はい、そのまんまっていう感じですね。いつもこう勉強は自宅でやってた感じですか。そうですね、その机でずっとやってましたね。はい、ブレイクスルーテキストなんかが端っこの方にも映ってますけれども、はい、こうやって並べて。そうですね、はい、で、こちらの右側に見えるのは携帯司法書士ですね。あ、そうですね、携帯司法書士はこういつでもこう去って撮れるような形で、はい、そばにずっと置いてました。はい、で、奥の方に本が飾ってありますけど、これ飾ってあるって言っていいんですかね。はい、あ、そうですね、いつも電気消したりつけたりするときに頑張るぞっていうので、はい、一発合格された先生のクラスで一発合格された方の本を置いて、うん、私も続くぞっていう形で置いてました。あ、なるほど。はい、ちょっとこちらの本ですね、小野さんが書いてくれた勉強メソッド、ね、はい、これをこう飾ってたわけですね。そうですね、はい、で、自分も1回で受かるんだと。そうですね、うん、はい、はい、いいですね。携帯の待ち受けかなんかも。あ、そうです、これやる気が出るようなものって聞きましたけれども、はい、これは私のツイッターの。そうですね、3月ぐらいに、はい、やっぱ追い込まれる時期、うん、に先生があと100日頑張れっていうのを、ツイートしていて、それをこう見て頑張れるように待ち受けに、はい、その日からずっと今までこの待ち受け。あ、嬉しいですね、そこまでね、はい、使っていただいて。はい、で、実際講義の方を受けていただいて、で、講義を受けるやり方とかそういうのを聞きたいんですが、はい、
まずこのブレイクスルーテキスト、これさっきも部屋に映ってましたけれども、はい、こちらを使って、これが講義の教材ですから、これを使ってこう講義を聞いてくれたわけですよね。はい、そうですね。でちょっと中身も拝見させていただくと、あ、書き込みとかも結構ありますね。そうですね。こういうのはいつ書かれたんですか？聞きながら、ウェブを見ながら書いたこともありましたし、うん、あとはここをちょっと止めてちゃんと書きたいなっていう時は、一旦一時停止して書いたりとかしてました。うん、はい、なるほど。はい、でブルーエクスルテキストは復習の時はどうやって使いました？こういう書き込みなんかも読んだりとかですか？はい、そうですね。はい、はい、じゃあこの教材もしっかり使っていただいて。はい、使いました。はい、で先ほどあの部屋で手に取れるようにこう携帯証書紙が置いてありましたけども、はい、これも復習で使っていただいた感じですか？そうですね。それがこう基準というか、うん、今日はここからここまでっていう形で基準になってた本ですね。はい、はい、そうですね。これ私書いた本で、私がのクラスの方みんな復習でね、はい、あの使ってくれてますけれども、これも結構使い込んでくれてますね。いろいろ書き込みがあって。あ、そうですね。本当に講義が終わった日から本試験の前日とかはい、までずっと携帯使用書士はやってましたね。あ、すごいですね。日付書いてありますよ。そうです。これ 何回もやって、10回以上やったんですね。そうですね。あとは結構机に向かってちゃんと解き込んだ日を書いてるので、こう隙間時間に見てたものとか合わせるともうちょっとやってたかもしれない。あ、やっぱり勉強のコツってこう何回も何回も繰り返すことなんですかね。はい、そうですね。やっぱり1回で覚えられないことも10回20回同じものをやるっていうことで覚えられる感じですかね。はいはい、飽きたりしないですかそれ？いや、でも飽きよりも、うん、あ、まだ覚えてないまだ覚えてないっていう感覚の方が強くて、うん、はい、もうひたすら繰り返そうっていう思いでやってました。あ、いいですね。やっぱりこう覚えるまでやるってことですよね。そうですね。うん、はい、じゃあ10回でやって覚えられなければ20回、うん、そんな感じですね。はい、はい、でこの携帯証書紙に関しては落書き帳ですね。そうですね。これは問題解いたりとかそんな感じですか？これは、そうですね、過去問解くときも、うん、解いてその後解説見たときに、あ、ここ覚えなきゃっていうのは殴り書きで書いてとか、あと、そうですね、じゃあこれは勉強しながらこう覚えるようにこう書く漢字練習みたいな感じですかね。そうです。もう本当に小学生の、はい、うん、書いて覚える派だったので、はい、ひたすら書いてましたね。はい、なるほど。やっぱり書いて覚えるのもいいですね。問題解いたり、はい、うん、手を動かして体が覚えるって感じですかね。はい、はい、であと復習では V マジックも一部使っていただいたってことで。そうですね。はい、会社法とかは結構文章でじっくり見たいなって思う、うん、あの、はい、範囲とかもあったので、うん、会社法は V マジックを買って、うん、はい、補強してた感じです。講義で聞いたことが、まあ、同じように文章で書いてあって復習しやすいって感じですかね。はい、はい、でそうやって基礎講義を聞いてもらって、で模擬テスト当練の時期に近づいてきますよね。はい、でその時って通学で受けたりしました？あ、そうですね、あの当練と模試は会場受験したかったので、うん、はい、当練は大宮の方で、模試は渋谷の方でっていう、うん、受けました。はい、どうでした当練の方は？できました？あ、当練は結構 C が多くて、たまに A、うん、B かなってっていう感じの。なるほど。はい、やっぱり1回で受かる方っていうのは最後にこう上がりますから、はい、最初はなかなか S 判定とか取れないですよね。そうですね、うん、当練はちょっと、はい、でそれでも諦めず続けた感じですね。そうですね。当練とかって復習したりはしました？しました。でも当練が終わって、うん、遅くても次の日までには、うん、終えていたような感じですね。はい、はい、で模擬テストも渋谷の方で受験して、はい、で時間配分の練習とかはできましたか？あ、できました。あの午後はなんかひたすらこう急いじゃってたんですけど、うん、急ぐとやっぱりマイナー科目がボロボロになっちゃうっていうことに気づいたので、うん、まあ、択一を60分以内に終わらせるっていうことをまあ目標にして、うん、はい、マイナーもまあそれなりに落ち着いて解こうっていうふうに自分で決めて、うん、進めていきました。なるほど。はい、やっぱり当練とか模擬テストもさ、あの、まあ、成績に関わらずきちんと受験して、はい、自分の弱点をあぶり出して時間配分の練習もするってことが大事ですかね。はい、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。で本試験はどうでした？本試験が緊張したりしました？もう本当に緊張して、うん、でいつも択一が遅くても1時間5分以内には終わってたんですけど、うん、はい、先生から
いつも通りだよって言われてたんですけど、うん、多分本試験は終わったのが1時間15分ぐらい択一。あ、択一が午後の部ですね、はい、そうですね、うん、焦っちゃいましたその時、いつもと違うって。焦りましたね、はい。でどうやってそれを挽回しましたか。そうですね、もう諦めちゃいけないっていうのを、うん、直前の講座とか、うん、イベントとかで出陣式とか、はい、もうすごいおっしゃってたので、うん、諦めないぞっていうのを言い聞かせて、うん、あとなんかお茶飲んだりとかして。あ、なるほど、気分転換して、はい、落ち着けて、うん、記述に向かったっていう感じ、はい、でどうそれで合格できたってことですね、はい。その待ってる間もなかなか辛かったですよね。いや、そうですね、なんかマークミスとかそういったものが気になって、うん、まあ、記述もどういった形で採点されるかなとか、うん、本当に3ヶ月長かったな、長いですよね、うん、思います、はいはい、ありがとうございます。あの、一発合格した秘訣ってあります？はい、まあ、一番は本当に反復して学習すること、うん、あ、さっきのですね、そうですね、もう携帯少少しであればもう20回30回やると、はいはい、あとは、うん、こう今自分に何が足りないのかとか、うん、あと科目によってやっぱ自分に合った勉強法が私の場合はちょっと違ってたりしたので、うん、はい、そういったものを常に考えながら勉強するようにはしてました。あ、なるほど、はい。いつもこうマイナーチェンジというかちょっとずつ軌道修正しながらってことですね、はい、そうですね、はい。例えばどんな科目によってちょっと違うっていうのは具体的に何か言えますか。はい、刑法が私はちょっとやり方が違くて、うん、他の科目は携帯使用書士をがっつりやって、はい、過去問に行ってっていう流れだったんですけど、うんうん、刑法は過去問とか問題を解いた上で、うん、携帯とかでこう定着させた方が自分が知識としてつくなと思ったのでちょっと順番を変えたり。あ、なるほど、それやってるうちに気づいたんですね。そうですね。あ、すごいですね、はい、やっぱりね、刑法なんかの場合に当てはめ型の問題出ますからね、はい、そこから知識の方にこうつなげていくっていうのが、はい、うん、重要かもしれないですね、はい。記述式とかは何かあるんですか。あ、そうですね、不等法と小等法でちょっとひな型、うん、の練習と、うん、模試とかの実践的な練習の割合をちょっと変えていて、うん、はい、不等法は多分最後までひな型練習と実践的な練習と5対5ぐらいだったと思うんですけど、うんうん、なんか小等法はひな型知ってても模試ですごい引っかかっちゃうっていうことがすごい多かった、うん、ひな型書く前の引っ掛けのところが少し乗り越えなきゃいけないなって感じだったんですね、はい、そうですね、うん、なのでまあ模試の復習とか実践的なものを7割ぐらいで、うん、ひな型を3割ぐらいに、まあ、直前期とかは変えてましたね、はい、はい、ありがとうございます、はい。ではレッコを選んで良かった点ってあります？まあ、受かったことが一番良かったと思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、まずは森山先生の講義を受けられたことかなと思います、はい、やっぱり結構難しい内容が多いんですけど、うん、森山先生の講義は結構身近なことにこう落とし込んで話してくださることが多かったので、はい、覚えなきゃっていうよりも、あ、こうだったらこうだよねっていう自然な流れがこう身についたので、うん、そういった森山先生の講義を受けられたことが一番だったなと。あ、よかったですね、嬉しいです。講義の中でやっぱり丸暗記しなくていいようにいろいろ具体例出したりとか考え方をお話ししてるんですけれども、はい、まあ、そんなのが生きてきたってことですかね。そうですね、はい、他に何かありますか。そうですね、直前期に結構レックさんの方で、うん、なんていうんですか、補強の授業とかを、はいはいはい、やってくださったんですけど、森山先生の憲法の判例だったりとか、うん、海野先生の特例有限の授業とか、うん、弱点補強みたいな、はいはい、そういったものが結構残してたけど、うん、それ聞きたかったなっていうのを結構コンパクトにまとめて。あ、そうですね、はい、模試の付録とかでそういうのたくさん出てきますからね、はい、我々もその受験生の弱点みたいなものをそこでこう、はい、提供しているって形になりますからね、はい、あとイベントっていうことでいうと直前期の過ごし方だとか出陣式とかね、はい、我々やってるやつですかね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ああいうのもねやっぱり受験生の方が最後不安になっちゃいますからね。そうですね、はい、うん、でちょっとコロナ禍でしたけどもその、はい、イベントは今年に関しては渋谷でね生でできてお越しいただきましたもんね。はい、はい、では最後に受験生の方へのメッセージがあればお願いします。はい、司法書士試験はやっぱり長期戦になると思うんですけれども、
それぞれあのご自身の置かれた状況とかあの異なると思いますので、あまり人と比べずにあの今できることを精一杯勉強していけばあの必ず合格できると思うので、はい、引き続き頑張ってください、はいはい、人と比べないって大事ですね。そうですね、今情報化社会ですから、ツイッターでね、はい、あのあっちの受験生はこんだけ頑張ってるだとか、はい、あの働きながら勉強してる時もありましたもんね。そうですね、でその時勉強時間が足んないんじゃないかとかいろいろ考えちゃいますもんね。そうですね、その時にこうできることをできるだけやるっていうことが重要かもしれないですね。はい、はいはい、本日は本当にありがとうございました、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。